株式会社丸は、かつて存在していた、日本の投資顧問会社。旧社名は、愛投資顧問株式会社、野村証券、ペインウェバー証券、和義証券で、長年営業畑を歩いてきた、浅川和彦が1989年に、前身の投資顧問企業を買収し、2004年に、社長に就任した。 マ満席の子会社を通じオプション取引である日経225オプションの売りを主戦略としており、グラントソントンインターナショナルのマ満法人が監査を行っていると顧客に説明していた。運送会社や建設会社、電気工事会社など、中小企業の厚生年金基金の運用を主力としており、2011年9月末時点で、 124の企業年金から1984億円の資産の運用を受託していた。アドバンテストや安川電機など大企業の企業年金も顧客としていた。日本経済新聞社の子会社である格付け会社、格付け投資情報センターが雑誌年金情報2009年2月22日号の記事において進行のヘッジファンドという形で 愛投資顧問という名前を伏せた上で不自然なリターンを上げており、金融当局も関心を持っていると報じている。実名報道ではなかったため、その時点で当局が警告を発表することはなかったが、一部関係者は愛投資顧問であると理解し、中には解約に動いた機関投資家もあったという。2015年8月に再建者である 新宅銀行6行から破産を申し立てられ、同年12月16日に東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。そして2018年8月24日に法人格が消滅した。1975年に横浜市立大学を卒業して野村証券に入社。10年後には京都駅前支店長に就任。さらに、 本社法人三部部長、熊本支店長へと出世した。1994年に突然退社。2000万円の支度金をもらう。野村 OB が数多く在籍するペインウェーバー証券東京支店へ入社。ペインから女性役員を引き抜いて2000年に愛の前身の資産運用会社を買収、独立した。2002年に 旧山市証券出身者でなる ITM 証券を社員ごと買収。同社は、軽満席の子会社を通じ日経225、オプションの売り戦略を主力としていると顧客に説明していた。株価の急落に備えた保険の引き受け手となるもので、平時であればコンスタントに手数料を獲得できるが、急落時には大きな損失を出す特徴があり、 ファンドマネジャーに対し相場の先行きを読む力量が求められる戦略である。同社が運用成績として提示する月次リターンは良好であったが、大半の月において小数点2位が0、または5になっている不自然さがあった。また、年金情報をはじめとした業界紙の取材を拒否し、顧客に対しても詳細な説明を拒んでいた。これらを理由に解約した。 基関投資家もいたが運用に悩む基関投資家にとっては魅力的なリターンであった。ところが実際には軽満席の子会社が投資している投資先を同社がコントロールできるようになっており運用損失が出ているのに実態とはかけ離れた基準価格を報告することができていた。このため監査法人は 不正を見破ることができず、大半の資金は運用損失として市場に消えたとされている。2009年の年金情報の記事以降も新規契約を取り付けており、顧客に対し、設定以来で240%の運用利回りを確保していると説明してきたが、2012年1月下旬の証券取引等監視委員会の検査により、 運用資産の大部分が消失していることが明らかとなった。金融庁は、証券取引等監視委員会の行政処分勧告を待たず、同社に対し同年2月24日付で、金融商品取引法に基づく1ヶ月の業務停止命令を出した。金融庁は、子会社である ITM 証券に対しても、同年3月23日付で6ヶ月の、 業務停止命令を出した。2012年3月23日、証券取引等監視委員会が、企業年金資産消失問題において、金融商品取引法違反を理由とし、愛への強制捜査に着手した。野村証券や社会保険庁の OB が多数関与を、していたと見られている。2012年3月27日、同社社長、浅川和彦。 ITM 証券社長、西村秀明、東京年金経済研究所社長石山くんが、衆議院財務金融委員会に参考人として出席した。浅川社長は、損失は取り戻せる範囲であり、顧客を騙した認識はない、との答弁を行った。その後、4月3日には、参議院財政金融委員会でも、社長、ITM 証券社長、 東京年金経済研究所社長、被害を受けた栃木県建設業、厚生年金基金理事長の4名の参考人招致が行われた。さらに、同年4月13日には、衆議院財務金融委員会にて、社長は坂は、ITM 証券社長、西村、東京年金経済研究所社長石山の4名に、対する承認関門が行われた。 同社取締役で、浅川の側近として事情に精通していると言われる、高橋修子は、病気を理由に、承認関門は見送られた。上記承認関門で、ITM 証券社長西村と東京年金経済研究所社長石山については、議員より愛の虚偽記載を知っていたかについて疑念が持たれ、司法の場で明らかにされるべきとの結論付けも見られた。また、 浅川社長が年金基金の管理担当者に対し接待を多く言っていたことも問題視された。基金の管理者は厚生年金保険法によりみなし公務員に当たるため職務に関する不正な報酬、利益を受けた場合には収賄に当たる。承認関門にて石山は無登録でコンサルタント業を行っていることが 金融商品取引法に違反することが指摘されたが、警告を受けるだけに止まっている。2012年6月19日、警視庁捜査第2課は、虚偽の運用実績を示して2つの年金基金から、約70億円を騙し取ったとして、詐欺容疑で、浅川、西村、高橋、ITM 証券役員、小菅光一の、計4人を逮捕した。逮捕後の取調べで、 朝側は、承認官文字の、詐欺ではないという主張を翻して、自身の行為が、詐欺に当たると認めた。その後、朝側は保釈金1億円を支払って、同年12月19日に保釈された。朝側らの逮捕により、法人としての愛は基礎こそされなかったものの、事実上活動停止状態になった。朝側は2013年1月に、各紙の取材に応じ、 2003年に年金の運用を開始した時点で預かった資金の半分を失ったこと、2008年に損失が500億円にまで膨れ上がったことなどが粉飾決算をした動機だと語った。現在、愛に残っている資産は100億円程度だという。同月22日の第2回公判で、浅川は関係者に謝罪し、公的な金も含まれており、 損を出したままでは客に返せないと思ったのが損失を隠し続けた動機だと語っている。その後、同年7月2日の論告では、検察側は、浅川に懲役15年、高橋と西村に懲役8年を求刑。7月29日には、最終弁論が東京地裁で行われ、浅川は一転して、詐欺罪については無罪を主張した。 12月18日に東京地裁は浅川に対して休憩通り懲役15年高橋と西村にそれぞれ懲役7年の実刑判決を下し同時に3人に対して追徴金として契約156億円の支払いと香港の銀行に預けられている AIJ 子会社の預金契約5億6800万円の没収を命じた 2016年4月12日、3人に対して実刑判決が確定した。その後、ITM 証券は金融庁から2012年8月10日付で登録取り消し処分を受けた後、債権者である新宅銀行6業から破産を申し立てられ、2013年6月28日に東京地裁から破産手続き開始決定を受け、同社も、 前述の通り破産開始決定を受けた。二社の破産管罪人は同じ弁護士である愛投資顧問に関するカテゴリー。ありがとうございます。